なんとか2オン 2>、はい、思ったよりそんな大きくなかったですそうやっぱりあんだけ綺麗に上がったので、うんはい、あの1バウンド2バウンドぐらいでは止まってるんじゃないかなとすですねバンカまで来てるかなと思ったけど大丈夫でしたしっかりといいショットでしたただ問題は今度、はい、パターこれちょっと見ていくと僕の見方をちょっと言っていいですかうん、うん、これちょっと見ていくとここのグリーンは上りなんですよです、ね、しばらく上りで 中腹以降ぐらいから下りにこうなってってるんですけど、はい、右にスライスっていう感じに見えます,読めてますね合ってると思います普段どういうイメージというか、うん、やっぱりその特別な見方っていうのはなくてはい、はい、もう自分の感覚なんとなくの傾斜だけまあふわっと見て見て一緒に回ってる人がいたら回ってる人の打った球とか見たりとかはい、はい、それ大事ですねでそれであこっちに行くんだあっちに行くんだっていうのはうん、うん、ちょっと把握しつつ あとは反反対対かからら見見たりしますす、はい、すごい大事です反対から見るのやっぱりあの周りの山だったりこういうマウンドだったりっていうのでう錯覚しちゃうのでそう反対から見ないとあ意外と下ってないなとかっていうその発見があるのではい、はい、ちょっと見てきていいですか、はい、それで言うとこれはあそうだねやっぱこっちから見ても向こうからスライスになってるんで、はい、で上りが結構あって。 あだからちょっと心配なのは上りきりたいと思って強く打ちすぎちゃうとうん、うん、結局またこっち遠くに流れていっちゃってこういう時に、はい、あのよくプロラインとアマラインとかっていうのって聞いたことありますか全然聞いたことないです。って言われるこ、はいまあ、ラインの読み方っていうのがあるんですけど、はい、アマチュアの方っていうのはこういうところでまっすぐっていって。うん カップからこう曲がっていた時に離れていってしまう。離れていっちゃう。はい。はい。ま、カップを直接狙うから、そう、離れていってしまうんですけど。はい、プロは合わせていくので。うん、あの、頂点、曲がる、頂点を決めて、そこから弱まっていた時に、カップに寄っていく。はい。はい。っていうのがプロラインとて言われます。なるほど。はい。ただですよ。はい。この。あの、今の状況で言うと。うん,うん。プロラインは、思い切りスライス、左を狙って打っていて、寄っていくんですけども。はい,はい。はい。 この時にワンパットで狙いにいくのではなくて、うん、せっかく2オンしたんだから最低ボギーなわけですよ言ってましたティーショットの時にパー4はボギーでいいんだと、はい、いいんです 2>、はい、今2オン、まあ、バーディーチャンスではあるんですけども、はい、最低パーでは上がりたいなるほど2回で上がりたい 2>, 2回で上がりたいです絶対にパー取りたいということは3パットしてはいけないので、うん、フロラインっていうのを 目指していって寄していくのもありなんですけど、はい、そうすると下りが残る可能性がありますあるアマチュアラインで打っていくと上りが残ります上りの方が打ちやすいんですか上りの方が打ちやすいですねじゃあ残すなら上りの方がいいのかそんなにすごい傾斜とか、うんうん、あの難しいのが残りそうな時は逃げちゃった方が楽なのでなるほどねはい。じゃあちょっとそういう意味では 僕の場合は、これ一発で決めなきゃいけないというプレッシャーは忘れて、はい、バーディーは取れたらラッキーだけど、<う>狙いはそこじゃなく、2>, 2回で上がる、2回で上がる、じゃあ、まずはもう自分の、ここまで寄れば入るなっていうエリアに、絶対入れたいなんかこの円、1>, うん、まあ1メートル以内ぐらいですかね、はいはいこの円。この円の中で、こちら側に残すと、下りが残ります。うん、下りが残る難ししししい、はいなのでここちちら側にに外外まょうったい はい、おーそしたら次こっからこっち入れやすいもんね入れやすいですよしやる俺やるから <laughs> やるからね俺これ上手くなっちゃうな <laughs> これいやゴルフってやっぱりスイングとかも大事だけど戦略大事っすね大事ですね戦略で俺10ぐらい変わるかも <laughs> スコアが <laughs> ちょっと本当にこれ今俺バーディーチャンスだけどそう思っちゃうとメンタルで狙いに行っちゃうからう2回2回パーチャンスパーチャンスよしそうね これはちょっとそうしよう。オッケー、わかった、じゃあ、いい、やっちゃいますよ。お願いします。しっかりと超えないといけないから。いい感じ。ね。入るんじゃない。ああ、うまいね。思ったより切れなかったな。ね。でも、ちゃんと右に残した。右に残して、こっちから切れていったラインなので、残りっても絶対まっすぐしか残らないんですよ。はい、はい、はい。なんか。次のパッドが簡単になります。 切れて自分の打った方向とは関係なくもう球が重力に乗って落ちてきた方だから次はもうまっすぐなんだまっすぐしかないなるほど次が簡単ちょっとじゃこれ収めちゃいますはい。まっすぐでいいんですねまっすぐですナイスパーやったパーですよだからさボギーで狙いにこいきましょうって言ってこれからずっとパー4は全部ボギー狙いなのにご褒美のパーが出ちゃうともう気分はバーディーですよそういうことだ ちなみに、あのアマチュアの方とか、ま競技じゃないとプレファーストとかブリーの芝を痛めないためにもこう OK ってよく使うと思うんです。やる。それこそ僕の今の球ってこの辺。そうですね。ね、今のだと絶対 OK ですよね。これ OK だよね。はい。ま大体ワングリップ OK って言われるぐらいなので、え、これぐでワンクラブじゃないんですか。ワングリップですね。え？俺の周りではワンクラブが流行ってたけど。 ワンクラブって、ねあまあ、ワンクラブはありすぎだけどまあまあでも基本まあ周りの方がオッケーと言われるもんリアルな話これは微妙オーケーって出、うん OK、がち出がちじゃないですか仲いい友達だったらこれオッケーになっちゃう,そうでもいざ打つとなるとちょっとプレッシャーかかるじゃないですかこの距離ユージこれ一応打ってよって言われると急にドキドキするそ<う>ちょっと待ってこの距離うわドキドキするみたいなってなるじゃないですかな<る>でもオッケーって言われてるからって言って、うん、適当にね と打たれるるる方がいいんですよだから外してもカウントされないと思って OK って言われたら「おサンキュー」なんつってこうやってもうコーンってやる人いるいるじゃないですか微妙なタイミングで OK だと思って打っちゃったとかねはあなるほどねそういう時って球が結構フラフラしてしっかり打ってないから打ってないフラフラして曲がって外れてること多いんですよちょっとやるね OKU 字 OK だよっって「あ本当ありがとう」なんつってこうやってコーンって言ってあっそうこういうの OK だよね OK だよね OK でしょ オッケー出たたよねみたいなこれありがちありりががちち、うん、これは何っていうと、はい、次のティーショットに響くんですよ。オッケーって言われたら、はい、ちょっと遠慮がちに「えいいの?」みたいな感じで、うん、打っちゃうと、うん、ふわふわっといっちゃってしっかり打つっていうストロークが脳<る>がちょっとずれちゃうそうすると次のティーショットもしっかり打つっていうことができなくなって、うん、合わせたようなスイングになりがちなので。えじゃあオッケーっってて言言わわれれたたたらららどううしたらいいんですかも 潔くく拾うか、うん、それかもしくはしはっかり打つあ OK って言われたら「いや俺はちゃんと打つんだ」っつってしっかり自分の中でちゃんとモーションも作ってちゃんと打つしっかりときちんとしたアドレスをしっかり取るっていうことが大事アドレス取ってはい、はい、取ってストロークするっていうことが大事なので、うん、それをやらできないんだったらもう潔く拾って拾った方が次には響かないですねじゃあ拾う俺は <laughs> <laughs> 拾った方がいい拾う潔く拾う じゃあ今回は少し距離の短いミドルですから、はい、次は距離のあるしっかりとした長めのミドルホールをあるよねーチャレンジしてみましょう。分かりました、はい